の民進党参議院会長の小川俊夫さんです。お願いします。分かったわ、すみません。皆さんこんにちは。紹介いただきました民進党の参議院会長しております小川俊夫です。もう日本の平和と民主主義、国民生活を守るためにしっかり頑張っていらっしゃる皆様に深く敬意を表します。しかし安倍総理、安倍政権、早くやめてもらわなくてはいけません。もう憲法違反、秘密保護法、ね、今度は共謀罪、強行にやってこようとしている。国民の生活を支えるんじゃなくて、国民を管理して自分の都合で動員しようとしているんですよ。許しません。しかもその裏でやっていることは、自分のお友達に国有財産ただ同然で払い下げちゃう、ひどい政治ですよ。やめてもらわなくちゃいけないんだけど、言いましたよね安倍総理、私や私の妻が国有地払い下げに関わっていたらやめます。関わってるじゃないですか。安倍夫人のメールね、口止めかなんかと言われてる、あの議論してるところのメール、もう一度見返してみてください。私が関わったことで何か疑いを招いちゃいけませんから注意しましょう。私が関わったことで、この文言を見てください。関わったんじゃないですか。でどうやって関わったんですか。夫人付の秘書に財務省に紹介させたんですよね。でこんなベラボルに高い土地をもっと何とかしてください、商婦に頼まれてやってるじゃないですか。関わった以外の何者でもないんです。だから約束通りやめてもらいましょう。なんか予算が通っちゃったら森友終わりにしようみたいなことを考えているようですけど、終わりじゃない、これからが始まりなんで、徹底的に安倍政権、安倍総理には反省していただいて、まず清く潔くしっかり退陣していただきましょう。最後の最後まで安倍総理が退陣するまで戦い抜くということを皆さんにお誓いして、私民進党側からの激励の挨拶にさせていただきます。よろしくお願いします。